新日本のあげポッドキャスト、皆さんこんにちは。新日本のあげポッドキャストの時間がやってまいりました、はい、広瀬和夫です。その広瀬和夫プロデュース、こしらまる子満喫新日本のあげという落語会を毎月のように成城ホールで行っております。その宣伝のためにやっておりますポッドキャストでございます。プロデューサーのマイクだよ。出演者の、はい、伊達川こしらです。はい、広瀬さんうまいですね。そういう問題じゃない。レレーシャマルコです。いいですね、広瀬さん、やっぱりプロデューサー自ら仕切っていただく。いや、プロデューサーだから全体を見ながらいつもね回とか作ってるから、こういうところもいやここはこういう風に言った方が良かったんじゃないかなってずっと思ってたのかもしれないです。全然思ってない。前回の満喫師匠のねグダグダの仕切りのに比べたら、まあそこと比べたらちょっとね、ちょっと満喫師匠いいんですか、喋りのプロとしてこんな音楽ライターごときに何か言われてますよ。いやでもね、落語の上手さとね、やっぱトークのうまさとまた全然別だな。そうですね、別ですよね。あの月亭方正さんって落語意外うまかったでしょ。うまかったですよ、ね、うん、トークで見せてるあのグダグダ加減がないでしょ。ないですよ。落語ってね、覚えれば誰でもできるんだよ、ね、うわひでえな。俺誰にダメージあんだ一番。今満喫期間だろ、どう考えても。俺か、覚えたのと違うのやってるから。そうなのよ、またね、ここが面白いところなのよ、こういうこの子、この子面白いから、この子って、本来の仕切りはマルコさんなんですけど、どうしましょう。本来の仕切りってね、まあ、そういうわけじゃないんですけど、なんとなく、ね、惰性でやってましたけどもね、まあね、収録進めてますけれども、はい、それぞれ皆さんですね、まあ、この落語の仕事以外に、そうですよ、まあ、こういうことやってます、まあ、広瀬さんは落語が本業じゃないですけど、なんかこっちが副業みたいになってるような感じありますけれどもね。広瀬さんの本業は、なんだこの売り上げはって言って怒られるのが本業です。ファンの子ですからね。それぞれね、あの本業以外の、あのお客さんがあの勘違いするのが、落語家って24時間落語家だと思ってるんですよね。そう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 、着物で移動してるんですからね。そうそうそうね、よく言ったりしますもんね、スプーンとか使うんですかとか言われたことありますよ。なんだそれ。いや、食事の時箸しか使わないじゃないかって。カレーライスはサジで食うっていうのがないんですよ、だから。そうそうそう、だから実はそのね、落語をやってる時以外、松さん何してるんですか。ボールペンを分解台湾製なんだ。前ありましたよね、次元が、はい、あちこちにこう銃のパーツがバラバラになってるのを組み立てながら、銃弾を避けながら最後組み上がって一発で決めるみたいな。かっこいいな。いや、そんなんじゃ、ただボールペンをバラバラにして今作っただけですから。満喫師匠がハワイって書いてあるのに台湾製だったから。いやいや、ちょっと待って、あのテーマがね、だから本業以外の活動なんですけども、あのボールペンをバラバラにしてまた組み立てるのが満喫師匠の。その仕事あったら俺やりたいよ。それでお金もらえるんだったら。仕事のことですね。仕事以外でもね、あったりしますけど、別にその、うん、副業でもいいし、趣味でもいいし、うん、こういうこと続けてますでもいいし、なんかないですかね。それ、まあ、僕の場合はその本業以外でっていうと、はい、ね、それこそあのラジオやったりとかね、 あとはあの、はい、ウェブコンテンツ作ったりとか、はいはい、そんなの山ほどありますから、はい、そうじゃないのじゃあ、もうちょっとプライベートに踏み込んだの今日はちょっと紹介したいなと思うんですけど、そうじゃない、多く作る話。多くは作んないです。この間言いました、本当の話で、今、はい、やってるゲームがあるんですよ、はい、僕大好きで超面白くて、また嘘じゃない、嘘じゃないの。何のゲームですか。パソコンでやるゲームなんですけど、はい、角川ゲームズと、はい、あと DMM が、はい、あのタッグを組んで作ったゲームなんですよ、はい、これどういうゲームかというと、艦隊コレクションっていう、艦隊戦艦の話。あ、だから昔の日本の戦艦あるじゃないですか、ムーツーとか、うん、ヤマトとか、ヤマトはまだ出てきてないんですけれども、それこそあのね、軽巡洋艦でイスズとか、もう本当に本格的な、もう巡洋艦、軽巡洋艦とか、重要ね、そういうのとか、軽空母とかあったりして、だ僕そういう知識あんまなかったんですけど、やったらすごい面白くて、日本海軍
をこう舞台にしたゲームなんですよ。うーん、で、まあ、カードゲームなんでカード引いてきて、それで自分のこしら艦隊を築いてこう戦うっていうやつなんですよ。へー。でこれね、僕が自分の艦隊を引いてきてこう作るわけですよ、はい、で、こう戦いに出るんですけど、一つ違うのが、うん、DMM が絡んでるゲームって、はい、エロ要素が多いんですよ。そうですね、結構18禁の作品出してますもんね、うん、18禁ゲームが多かったりする、はい、でも角川がやってるから、はいはい、持ってやったらちょっとエロがあるんですね。その、言ってみたらカードが戦艦なんですよ、はい、戦艦なんですけれども女の子に擬人化されてるんですよ。全然結びつかないんですけど、先っぽにおっぱいがついてるとか。違う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 、もう基本が女の子だ。まあ、それぞれをカンムスって言うんだけどね。カンの娘でね、カンムスって言うんだけど、そのすごい可愛らしい女の子が、言ってみたら大事そうに手法を抱えてる女の子が出てきて、私長門みたいな感じでこう出てきたりするわけですよ。あ、ね、なるほど、うん、そういう感じとか、そう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 、いすずとかも出てきて、あとほらね、見切れに飛行機持ってて軽空母みたいな感じでこう出てきたりとか、すごい可愛らしい女の子のみんなそれぞれキャラクターがあって、ちょっと強気だったりとか、あとすごい自分に卑屈だったりとかってあるんだけども、でもなぜそういうキャラかっていうと、史実を元にしたキャラだったりするの。それが要は一度も戦場に出ること、戦場で活躍することなく、練習中に言ってみたら沈没してしまったみたいな女の子は、そういうエピソードを若干引っ張りつつ、私も一度は大海原に出てみたいわみたいなことを言うわけよ、ね、でもなんでと思ってウィキとかで調べてみると、あ、なるほどと、練習段階で戦場にこれ出てないんだみたいな、歴史とすごいリンクしてるのよ、その女の子が。だから女の子が歴史を背負って出てきてるわけよ、ね、でその女の子が戦い出るでしょ、はい、けなげなのよ、もう俺が指示すると撃つのよ、大砲とかを、すごい撃つので、一生懸命戦うんだけど、残念ながらレベルが上がってないと相手の攻撃を受けてしまう場合が、相手は何ですか、相手っていうのはロシアとかコンピューターなんですけどね、はい、コンピューターがなんか深海から出てきた謎の生物みたいな感じで今のところはね、今のところはそうなってるわけよ、はいはい、でそこがこう攻撃されると、攻撃されるとどうなるか分かる、その女の子の服が破れるのよ。もうエロの要素しかないじゃないですか。攻撃されたい、違う違う、攻撃されたいのは山々だけども、あまり攻撃されちゃうと攻略が進まなくなるのよ。脱げちゃうから、弱いからっていうこと。そうかそうか、脱げちゃうと弱い。カードってその実物のカードじゃなくて、うん、パソコン上に出てくるカード、だから絵が変わるわけですね、うん、絵が変わりますよ。なるほど、大破とかになるともうほとんど、でも18禁ではないから、はい、大事なところはちゃんと隠して、あ、うん、いつなら中学生とか喜びそうですね。いや俺が喜ぶ。あれはすっごい面白い。課金制ですか？課金もできますけど、無課金でも十分できるような、すごい面白い、今おすすめですよ。マジっすか、何ていうタイトルですか？艦隊コレクション。艦隊コレクション、うん、艦コレで、艦コレ、艦コレ、ね、すごい可愛い。最近擬人化多いですよね。織田信長だとか三国志だとかね、ありますけども ね、そうそのね、戦国武将が女の子になってたとかね、あったりしますから、ね、女の子が戦ってるって何なんだってね、あ、でもあれだね、私の方は、うん、もっとリアルです、三次元ですよ。お、何ですか。いや今もそうなんですけど、うん、キャットファイト3連戦の今日中日なんですよ。キャットファイト、キャットファイトって女性の、そうそう、リング上でアイドルとか、うん、まあ、ストリッパーなんかがこう戦うっていうキャットファイトの、うん、まあ、リングアナとか実況解説をやってるんですけど、その今ちょうど3連戦の中日なんですよ、うんうん、だから今日この後また新木場ファーストリングに行かなきゃいけない。あ、こんなことしてる場合じゃない。いやいや夜ですから。キャットファイトってどれぐらいまで逃しちゃうんですか。まあその一番下は脱がせないというのが暗黙の了解なんですけれども、うん、去年だったかな、一昨年だったかな、うん、ザ・グレート・サスケさんが、うん、女の子2人とヌルヌルローションキャットファイトっていうのに出てくださいまして待って待って待って、男でしょ、グレート・サスケさん、グレート・サスケさん男なんですけども、出ちゃうんですか、10周年ということで、10周年ってことで、意味わかんねえ、何の区切りならいいんだよ。女の子2人と、ヌルヌルローションキャットファイトっていうのを、うん、メインイベントで追いはぎマッチっていうの、追いはぎって、まあその相手の衣服を全て脱がした方が勝ちというですね、うん、ああ、じゃあ女の子もサスケさんの衣装を、そうそうそう、
ただサスケさんは、ね、うん、パンツとマスクと2枚しかないんですよ。あ、やばいな。女の子2人ですから、何枚か着てるわけです、うん、でももうサスケ無双ですよ、当たり前だバカじゃないのか、もうどんどん脱がせまして、うん、しかもローションでしょ、100リットルぐらい使ってるんですよ。で、脱がしたその衣服をですね、サスケさんがぐる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 振り回すと、うん、このローションが糸を巻いてる、キラ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 ってなんですかね、飴細工みたいに照明を受けながらですね光るんですよ。これがね非常に美しかったですね。なん余計な描写だよ。でですね、本来はその、うん、最後の1枚までで、もう終了なんですよ。はい、脱がされましたで終了なんですね、うん、それ以上やると当局の指導が入っちゃうんで、うん、ところが、うん、サスケさんもう興奮しちゃって、うん、もう全部脱がしちゃって、うん、わーってなんで、もう大変ですよ。僕なんかスタッフで周りいたから、もうすぐタオルとかバスタオルパンパン投げ込んで、うん、もう見えないようにして、それがまあキャットファイトなんですけどね。もう女の子同士が戦うっていうのは、これ僕全然あれが分かんないんですよね。みたいな、うん、俺を取り合ってみたいなこと以外はちょっといやいや、3次元ですよね。もう髪を引っ張り合ったりとかね。それって新木場って今やってるっておっしゃいましたけど、うん、あといろんなところでやってるんですか。はい、今は新木場が中心ですね、うん、で前はあの道場マッチっていうのをやってて、うん、ほんと20人しか入らないところで、うん、でもう体育館のマットみたいなの引いて、でそこでやってたんですよね、それとその本興行が新木場ファーストリングでやってた、その道場マッチで MC 募集ってしてたんですよ、うん、これから道場マッチって始める小さな会で MC やってくれる人いますかっていう、たまたま募集してて、でそれに応募したら、うん、引っかかって、うん、それからずっと5年ぐらいやってますね。すごい、あんたカエルさんの弟子かっていういやもうカエル知らない世代です本当に、合ってるよねこの仕事みたいな、でもなんとなくその昔の人は、うん、カエルさんの弟子だからその絡みでやってるのねみたいなふうに言われて、違うんですよ、自分で応募したんです、独自ルートでね見つけてきたんですね。キャットファイトの魅力って何ですか。やっぱり女性同士が、うん、プロレスラーじゃないですよ、うん、そんな鍛えてるわけじゃないんですけども、その場だけは本気で喧嘩するっていう、もう髪の毛をこう掴んで叩きつけ合ったりとか、こう鼻フックですね、あ、2本の指を上から鼻にかけて、ふわーっと周知系ね。そうですね、なるほど。でお客さん撮影自由ですから、でこうお客さんにアピールプレーってやるわけだ、そのブサイク画を撮らせるとかですね。楽しそうだなそれ。ここに食いつきました、ヒロちゃんここに食いつきました、花フックか、明日でしたらご招待できる。花フックね。いや俺はちょっと分かんないな。普段を脱がすのはでも下は脱がさないけど上は大概脱がすんですか。そうですね、まあ、すぐバスタオル投げますけど。ああバスタオルか、いいじゃないですか別に。そうはいかねえよ。そうはいかない、そうはいかないですね。マンキス氏どうですか、そう女の子同士が喧嘩するみたいな。いいね。いいでしょ。いい、それはいい、ね、でですね、水鉄砲発射マッチとかもあるんですよ。どっから発射ですか。最前列のお客さんに水鉄砲が配られまして、うん、で水着で戦う女の子に撃っていく水鉄砲で。そうそう、水着は濡れると透けるようなタイプ。いや、まあ、そういうのではないんですけど、まあ、大概ポロリぐらいはやっちゃうんですけども、でもうお客さんもですね、もう心得てますから、なんか3万円ぐらいするですね、この圧力シコシコシコピャーってすごいのが出る水鉄砲とか買って、わざわざ買ってくる人もいます。リングサイドチケット1万円、水鉄砲3万円みたいな、何のお金使ってんのみたいな。本気じゃねえかよ。そうかそうか、なるほどね。本当ね、なんか大人の遊びって感じです。女の子に水をかけられるという、はい、あ、それ楽しそうですね。あれ楽しいですね。それ可愛い子ばっかなん。可愛い子いっぱい出てますよ本当に、はい、ぜひ皆さんお越しください。新たな世界ですね。キャパね、いや前ぎっちり入れて440入りましたね。あ、はい、国立演芸場より大きいですね。僕と比べちゃう。いやすごい世界があるもんですよね。いやご招待しますよ。関係者枠で、それはねこそりですけども、花フックにすごい食いついてます。似てんだ。
そうですか。はい、だから今日もこれからちょっと行ってきます、新木場に。え、じゃあ MC とか、まあ、そのリングアナじゃないですか。基本リングアナですよ。あ、それをやってるのはそのキャットファイトだけなんですか。そうですね。でまあその派生イベントで、そこのプロレスラーさんがこの間なんか大仁田淳さんとかね、ちょっと地方でやるんでその時来てくれとかっていうのはありますけどね。馬風師匠それご存知なんですか。まあ、軽くは知ってますけど、まさかこんなエロイベントに出てるとは思ってないと思うんですけど、みんなのやってますって思った俺昔やったよいや、あなたのやったのと違うんだけどなんか落語に生きることはあるんですか。あ、そのキャットファイトでネットテレビってやってたんですよ。で、試合をやらないでちょっとコントとか、やるっていうんで、そこであの鬼軍曹っていうキャラやってたんですよ。でも徹底的にいじめるっていうですね、女の子で、おめえはそんなのでいいのかよなみたいなですねこういうキャラでやってた。安いコントになるやつだよこれ顔をお見せできないすごい安いコントになるやつ。その、 あの弾け具合が、落語ってあんま弾けないじゃないですか。でキャラクター入れ替えるから、うん、大体どのキャラも7割ぐらいでやるのに10割でできたんですよ、それが。ああ、鬼軍曹ね。鬼軍曹が。それで、じゃあ10割で落語やったらどうなるかなと思って、まあ、転式とかちょっとやってみたら、ちょっと面白くなったんで。生きてますね。落語にも生きてます、生きてる。生きてる、生きてる。もしもお金がいっぱいあったら、電波を締め付かしたい。鬼軍曹やりたい。鬼軍曹やりたい。なるほどね。しょうがねえな。マキさんはどうですか。僕は、キャットファイトは、いや違う違う違う、そういうことじゃない、そういうことじゃない、キャットファイトはあまり、うん、僕でもあのこの間あの初めて息子と2人だけで動物園に行きました、いや動物園に2人だけで、うん、だってそれは神さんが絡まないでってのそうですか、2人だけで、それへえ、それは一大イベントなんですか。一大イベントですね。え、なんで男の子いくつですか。2歳半、2歳半、はい、もうおむつ買える、そうおむつね、うん、おむつ買えるような子供はだって動物園行っても分かんないでしょ。いや分かるんですよ、モノレールが好きなんです。へえ、だからモノレールに乗って、うん、あの南あの西園から東園に行って、はいはいはい、短い距離ですねそれまた東園から西に帰ってくるっていうのが楽しいらしいです、うん、へえ、途中で泣くんですよ子供大体。飽きるからね、親父と一緒っていうのがあるんですよ、うん、へえ、そう神さん、そう、女親と一緒だったら女好きなんだ、はい、そういう意味じゃねえ、男の子だから、ね、それはマルコアニさんですよ、うん、本当に、いやいや勝手に引き合いに出しちゃった。マルコさんあれ女好きって言ってもあの自称癖のある女好きやめなさい、もうその話題はもうやめなさい、終わったんだろなんでそんな女ばっかりバカじゃないとね。どうぞ、あの初めて行きまして、うん、うん、僕の中ではすごいイベントだったんですよ。どんな珍道中だったんですかそれ。普通に行って帰ってきました。え、何動物園でしたっけ。上野動物園、はあ、パンダいましたか。パンダはね見たくないって言うんですよね子供何見たがりましたモノレール。もう動物園の必要ねえじゃんどっち側から入ったあの池の旗門から入るんでいつも、はあはあ、だからあの東園の方だよね。池の旗の子が入るっていうと、はい、すぐ、はい、キリンとかになる。そうです、ね、キリンとか。なんで詳しいのみんな、ね、なんで上野動物園そんな詳しいの娘連れてったからあ、そうですか。正門から行くとずっと回ってキリンがメインなんですね。そうそうです。だから反対側から行くともうなんかあの鳥とかそういうのばっかりのね延々と、なかなかメインのとこ行かない。入ってすぐにパンダなんですよね。そう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 、正門の方が、はい、パンダは並んでたりとかする。でもその時は並んでなかったんですけど、うん、写真、うん、1000円で写真撮れますよみたいなとこ行って、せがれと一緒に撮ってきて、うん、僕ニッコニコの笑顔、せがれ全然楽しそうだった男の子だからですか。モノレール乗ったらすごい笑顔。モノレール乗ってもあのしらーっていう感じだった。でも乗りたいって言うんですよあとモノレール乗りたいならお台場とか行けばいいじゃん
お台場まで耐えられないです。ずっとモノレールだし、あとあれよ、モノレールに近いのは日暮里舎人ライナーそう乗れたかった、行ったのよ、うん、日暮里舎人ライナーも行ったんですよ、うん、でも発車まであと15分とかだったから、うん、出てきたの、あれ一番前だと多分すごい子供楽しむと思いますよ。あ、そうなの。あのね、線路じゃないから、うんうんうん、こうやってねずっとこうカーブしてる感じとかが一番前の席に乗れるんですよ、うんうんうん、それであれあのゴムのタイヤみたいなのこう走ってるから、そのなんかゆるいジェットコースターみたいな気持ちになれる。ゆるいジェットコースター、子供は乗れないけど、そういうの見るとなんかワクワクするかもしれない。トネリライナーは、ね、うん、西新井大師西駅で随分騙されました僕。何ですかそれ。西新井大師西駅から西新井大師まで20分ぐらいかかる、歩いて。あ、近いのかと思って。知らねえよそんなの。そんなとこで仕事がねえもんだって。西新井大師も西新井大師西も行かねえよ。あ、そうですか。行かねえよそんなところ。西新井大師西は西新井大師とあの歩いて乗り換えができるような風に表示されてるわけです。表示はされてないですけど、勝手にこっちで西新井大師近いんだろ。西だったら思い込みもそうです。でなんか外人がね、あの群馬県の富士山下に富士山と思って行っちゃうみたいなね。ああ。今分かりづらいだと言ってね。それは失礼しました。なんかタイムリーじゃないこと言ってんだね。大江戸線の出口とかね、大江戸線に乗り換える時ってこっちって言いながら800メートルぐらい歩くってことらまえ、くらまえ、くらまえね、くらまえ遠いよ。どっちに行くんだって分かんなくなって。さすが広瀬さんの例えがうまい。それに比べてさっきの、ま、丸なんだっけだけどあれだけどね。だけど編集権は俺が握ってるから。ただあの 本業以外の活動って、ね、だ子育てってことでしょ。あ、そうです。我々2人はしてないです。できないですね。その時おむつはあのダイフォン買いました。おむつもちろんです。僕はトイレトレーニングはまだですか。トイレトレーニングは、まあ、あの本当に途中、まあ、なんていうんだろう、あの後になってやった方が、うん、まあ、あの被害が少ないっていうんですよね、うん、その結局早く始めても無理だと。幼稚園行くタイミングとかでね。そうですね、うん、覚えらんねんだからどうせ。そう、どうせ覚えらんねん、うん、あ、なるほどね。本当以外は子育てしかないんですか。あとは、あとは、あとはボクシングが好き。ボクシングこの間内山さんの試合見に行きました。だってそれも見てた。見るだけなんですもんね。やんないんだもん。俺見やろうぜ。こちらさんも言ってますね。いつも言ってる。やろうよ、面白いよ。それあの艦隊コレクションやらせてもらって。いや大丈夫。案内出す。艦隊コレクション以外のほらゲームでこの間なんか言ってたんじゃないですか。あ、なんかエロいやつ。そう。バルドスカイ、バルドスカイっていうゲームもいいですけど、なんか怪しい。艦長じゃないですよそれは。艦長？艦長じゃない。そういうハードプレイはない。こうさんって言って、こう注意、俺が。注意？注意のやつ。軍人多いですね。なんか軍人。中出し OK を集めると強いとかって。ああ、それはねまたね、なんだっけな、ガールズファイヤーっていうね。ちょっと危ない話題になってまいりましたので、この辺で締めさせていただきたいと思います。ガールズファイトだね。新日本のわけですけれども、はい、6月の16日、8月の18日、9月の6日、10月の25日を予定しております、はい、成城ホール小田急線成城学園前駅下車徒歩4分19時開演、前売りが2500円、当日が2800円、東京0338-1313成城ホールまでお問い合わせをお願い申し上げます、さあ、私ね、レレシャマルコ、これからまた新木場ファーストリングに共演してキャットバイトのリングナを務めてまいります、ね、皆様楽しいですからね、大人の社交場をねお金に余裕のある大人はキャットファイトをご覧ください。新日本のわけポッドキャスト収録日分かっちゃうんじゃない。